星座シリーズは、ヒューガショーイチ一郎の小説、ライトノベルのシリーズの通称。1990年第一巻発行。イラストは、水木県。主人公が星座占いを駆使し、学校を中心に起きる事件に挑む、ユーモアミステリーの一つ。毎回様々な事件が起こるが、殺人にまでは至らない。しかも犯人が改心、被害者と和解する事案もかなり存在する。 平和的な描写が多い。基本的には、王道十二星座がテーマになるが、王道十三星座が話題になった時は、蛇使い座がテーマになった。また、星座占いに登場しない白鳥座もテーマになっている。もう一つの重要なテーマが、教師と生徒の恋愛であるが、主役の二人が、なかなか公表できない中、事件を通じて、それぞれに成長して、絆を強め、さらには、 周囲の人物をも変えてゆく、建設的な純愛がスリリングだが、明るく描かれている。執筆当時の有名人や、TV 番組などが実名で登場するが、そのために、作品の時代設定が曖昧になっている部分がある。なお、作品の一部は、絶版となっており、図書館や、中古本専用の書店等に行かないと閲覧できなく、なっている。 一巡目は発行された順番に時間が経過していたが、二巡目となると巻ごとに若干時間軸が異なる。ちなみに現時点で、時間的に一番後になるのが、蛇使い座である。都立 T 高校入学が近い王の乗り見は、中学時代のクラスメイト、山本良に犯されたと思い込み家で、そこで、新島出身の青年に一目ぼれする。 家に戻るとなんとその青年、麦倉直人がいた。彼は、のりみの祖母と彼の祖父が決めた婚約者であると同時に、都立、T 高の新任教師でもあった。そのため、二人は、お互いの立場から周囲に公表できなくなってしまう。高校ではそれぞれに思いを寄せる人物が続出。両は、もちろん、のりみの中学時代からの親友がん美希よも、麦倉先生に、 アタックする様になる。入学早々2二人の周りで様々な事件が発生し、麦倉先生は高校生の時習得した星座占いを使って事件解決に乗り出す。乗り身は星座占いには否定的だが大好きな麦倉先生と共に多くの難解で時に危険な事件に立ち向かう。解決した多くの事件から様々なことを学ぶうち、 のりみは自分たちの恋の障害にも立ち向かうようになる。意思表示の苦手を克服した高3の一学期末には、麦倉先生や友人たちとの力関係も変化し始め、特に寮に対しては、彼の一言で恐怖から解放されると、本人も気づかないうちに、これまでの報復を果たす。その後は単身でも反撃ができるようになっている。 麦倉先生との絆を揺るぎないものにしたのりみは、どんなに親しい相手でも、直人さんは渡さないと決心するまでになる。ありがとうございます。